入れなさいよ全部ね。入るよ入れなさいよ。うん、食べて食べて。あ、明日何があるか分からんよ。今日の落ちてるトマトたくさん後悔ないように。うん、地震が来るかもしれんの。全然それもない。それもなくって、もうこれでも精神病一家さんで、もちろん病院行ったらまた治らんよ、うん、余計治らんよ、うんうん、あっちっていうのは精神病院っていうのはほら、精神病にいる人って大体体温が行くわけ、はい、薬飲まされるから余計乳になるわけ、うんうん、これも別でいいんですよね、自分の日の神はね。親から同じお家にいるんでしょ。同じお家にいる、うん、同じお家にあるの、あるの、あるんだったら怒る、ある人もいるよ、もしあれだったらもう。もう親のあれはつ、あの、継ぎたくない。あ、もう長いことなる。継がしたくない。もう親もほら、そっちゅう。じゃあ、避けといて、あの、なるべく捨てないで、白い紙をあれしてね、はい、これ今もう使ってないから、隠しは、うん、あの、覆っとっていいよ。はい、して、新たに、あの、先分からみんなあれして、うんうん、捨てないで今、親のもの置いといて。もちろん捨てないで。お、置いといてね。あの、よくご姉してたり、うんうん、みんなあの、サカジチはもうあれして白い紙が障子紙でみんな置かれの下に置いたらダメかな。置いててもいいよ。置いてね、綺麗にしてからね、うん、そうそうそう、箱場に詰めて置いてて、うん、サンゴ歩いて、サンゴね、サンゴは中にもサンゴ、箱の中に詰めてサンゴ歩いて、うんうん、上にもサンゴ歩いて綺麗に袋が出て、ぐぶるやいぶしがな、あのここでね、今あんちときますからって言ってあれしていたらいいよ。して新たにこの人のお辺の代わりして、だいたいテレス気にあるさ、状況で、うんうん、あれ買ってきて、何かあの、気持ちが落ち着かなかったら、これを拝みなさい、ね、そう、上等、上等、上等、うん、だからそれを、あの、うん、早く、また、この間すかして、うん、そう、すかして、ね、あんたはね、これやった方が落ち着くって言ってるから、うんうん、ね、あんたのお父さん、お母さんも、うん、すかさなきゃ、しみらする場合、うん、それがいいんだよ、一番、ひぬかんがいいんだよ、何でもかんでもひぬかんだよ、うんうんうん、手ぬか外すのも上等、うん、何か頼んだ純子さんは、うん、おそば、そばしかない、あんたもそば、そばしかないって、そば今日美味しかったよ、うん、言ったよりはうち上、うん、言ったよりは上、もうお家が頑張りなさいよって言葉かけたらいけない。だから自然にほら、あのみんな人間、うんうん、人間って帰るときに、じゃあまた頑張ってねって、こんなのさねえって、これ、癖さ、癖、癖でしょって言ってたね。口癖ね、うんうん。だからあんまりこういううちの人にも、頑張ってよとかかけたらいけない。もう知らんふりして、ちょっと 見ない見にふりしてる。だから親が亡くなって。大山さんも亡くなったね。大山さんどこっちかなと思ってた、ね、西原。西原なんですね。あ、ごめん、あの大山さんは西原、今の西原の三栄があるでしょ、はい、あっちの真向かいの方に行って、あの人今目中場やった、今目一番って言ったあの人よ、あの人も死ぬ波動とかのとこじゃないですよね、うん、違う、西原市っていうの真向かいの住宅街だったけど、あのアンダンっていうのアンダンっていうのお父さんもお母さんも内地の方、あ、そうです、うん、福井と北海道、お父さん内地みんな、はい、あの別荘にあれする人、美味しいでしょ、うん、で美味しいよ、おそば、さっきおつゆもらったけど美味しかった、うん、でお兄様、はい、ありがとうございます、美味しかったよ、ちょっとつめたくなってるけど美味しかったよ、純子さん、うんうん、食べて、カレーみんながおそば食べてるからこれいいね、終わったカレー、お前まだ入るの、500円アップ、500円、はい、自衛隊、あ、父親が自衛隊、ああ、お父さんが、みんな美味しそうに食べてるから、うん、お家帰ったら、夢見そうさ、開けたら、えんちゃんこれ聞いてよ、やすげんよってよ、さっきもご飯食べてるよ、サバ、サバ、サバだけで食べたら、そうね、うん、うちもおサバ入れて、何ですかこれ、おサバ入れよ、ね、いいんですか、あれ、ね、開けたら美味しいって、いいんですか、うちの長男が言おったのよ、ありがとうございます、それで買ってきたけど、私がみんな食べてしまったかけんかった、そのままかけなさいって、油脂豆腐も増えてるよね、うん、あるよ、そんなして出してるって、どっかか、うん、出してるよ、じゃあかけますよし、そば2000円、見てごらん、2000円、8000円、いいよ、最後忘れたからよ、下がってるからよ、
こんなん食べてれるの？食べれるよ。見てごらん体重よ。うん、あんたも夢見るよ。もうお家帰って食べれるよ。あんたによ。2000円だよな。うん、ここに行って2000円使ってる。仕事もしないで。仕事もやらんで。仕事もしないで2000円も食べてるよ。仕事もしないで2000円も食べてる。こっちで。11時過ぎでしたね。お肉も柔らかいさね。うん。手洗いの鍵これ。お手洗いの鍵開いてる。手洗い開いてる。開いてる。開いてるよおばちゃん。開いてる。鍵はいらない。鍵いらない。なんか雨降ってるみたいだから雨じゃないんだ。あ、降りそうだね。うん。仕事をしないでご飯炊き食べちゃう。いいよ仕事をやる。本当は1日ニット2000円でもらわんといたのに。1日の食料2000円かかってるよ。Thank you.